分身の螺旋弾。ところでもたもたしてたら予選落ちちまうぞ。みんな怪我ねえか？うん、なあもう、なんで美味しいとこ持ってっちゃうんだ。これせっかくの見せ場だったのに。これ、あ、いや悪い。もういぎうどん、もう一匹化け物探しに行くぞ。このハマルちゃん、待ってよ。おい、化け物退治がルールじゃねえぞ。張り切ってやがんな、このハマルのやつ。炎の住人試験、ナルト VS このハマル。知っての通り、今回の住人試験は第4次臨海大戦に備え、イレギュラーに開催されるもので、この目的は本来の里同士の力比べではなく、忍び連合軍の貴重な戦力の確保。おめでとう。諸君は見事に第二次試験を通過した。勝ち残った諸君には最終試験本戦に。おい、あいつは、ああ、この春里を一人で救ったっていう。嘘、渦巻ナルトさんじゃないの。なんであんな化け物が住人試験に混ざってんだよ。まだ下人らしいぜ、ナルトさん。冗談だ。あの、ナルト兄ちゃん注目の的ね。そりゃそうだよ、なんたって木の葉の里一番の忍びだもの。本戦のルールを説明する。本戦は1対1の自由戦闘で行われる。イレギュラーとはいえ、中任試験がお前たちの力を見せつける場であることに変わりはない。全力で戦え。命がけで戦う試験だからこそ意味があるのだ。一緒に中人目指そう。または人魚とみなされる生物の使用は認められている。何でも中人になってみせるぞ。なんか俺にも勝つ気もまんだな。ああ、兄ちゃんといえどもライバルだ。これ、うん、俺だってまだまだお前に負けるわけにはいかねえかんな。兄ちゃんなんてこれだ、これ。よーち、お前なんか指一本だ。一点一点にしてやる。ぐっちょんぐっちょんにしてやる。ナルト、覚えてなさい。サクラちゃん、怖いってばよ。それではこれより中任試験本戦第一試合の組み合わせを発表する。試験官は準備してくれ。第一試合、渦巻ナルト対サルトビコノハマル。うわ、いきなり渦巻きナルトかよ。こりゃ消化試合だな。あのチビかわいそうにな。俺たち逃げなくて大丈夫かな。ああ、いや何、渦巻きナルトは人中力だろ。しかもキュービをコントロールできないっていうし、もしあのチビが頑張っちゃってキュービがゴース。考えすぎる。このハマルちゃん、よりにもよってなんてことです。教育係といえどこんな時は何もできない。ただ信じて応援してやることしかね。このハマル君、頑張れ。頑張るなよ。ちょっとで負けて引っ込みやがれ。チビ、あらららと試合を長引かせるなよ。頑張れ。けど、このハマルと本気でやりて。お兄ちゃん、俺この日を待ってた気がする。ん？チャンスだ。これみんながこの試合に注目してる。みんなが兄ちゃんと俺を見てる。
みんなに俺の戦いを見せられる。俺を、この葉隠れの忍び、このハマルをみんなに認めさせる絶好のチャンスだ。これ行くぞ兄ちゃん。来いこのハマル。開始。大玉打線か。ちょ、おば、それまだ教えてね。いつまでも追っかけてばかりじゃねえぞ。くえ影分身の術。影分身の術。もうやられてやんの。当たり前といや当たり前だが。ああ、渦巻きナルトの勝ちだ。次だ次。さっさと次の試合を始めろ。悪いなこのハマル。俺も中忍になんなきゃいけねえんだ。このハマルの戦闘不能により。続けられんのか。まだナルト兄ちゃんに一発も入れてねえ。いいぜこのハマル。ここまでやるか。お前が言うな。お前が、あのナルトってやつはな、手加減なんてできねえよ。ナルトは相手の気持ちが分かっちまうやつだからな。相手をバカにするようなことできるわけねえじゃん。ねえ、一発くらい当てたかったんだけどな。やっぱナルト兄ちゃんにこんな。トカゲへの一歩ですぞ。トカゲの名前が欲しけだな。この俺をぶっ倒してからも死ぬ。俺も子分なんかやめた。これからはライバルだ。一発入れてみな。魔剣影分身の術。何？いた！ジジイの術だこれ。さらにカトンハイセクション。もう神経もねえ。チャクラも尽きた。でもせめて一発。このハマルのやつは張り切りすぎだってばよ。しまった。当たった。俺の名はサルトビ・コノハマル。おかげになる男だぞこれ。おかげの名はそう簡単には譲れねえってばよ、コノハマル。おう、バカバカバカ
バカ。バカじゃ。また、今回は特例として、いくつかの制限を設けさせてもらった。その1、戦術の禁止。他の連中の手前、ハンデは必要だからね。え？渦巻きナルトは反則行為により失格。勝者、サルトビコノハマル。ナルト、お前ならいつでも中忍になれるだろう。ま、実力ならもう俺よりも上だからな。そうですとも。なんてったって君は木の葉の英雄なんですから。ん？いや、そんな、それほどでも。やっといつものナルトに戻ったわね。さ、帰るわよ。ちょっと待ったこれ。ん？俺も一言言わせてもらうぞこれ。よかったな、このハマル。これからは部下